ハロースルマ l u m a こんにちは。カリニサヤプリギーパンテイパシールトマコマイムマンチェンラギアエ、えー、タンガールドアプルドラパンジュリアはい、えー、キラキラジャンティガソレサンパイジャムドラパンマラムキラキラリマジャンマインヤカリニサヤダパッイカニアウグイ イカンウグイダンイカンサバやウグイイトゥバダニアヤンシルバルダンヤンイカンサバアダワルナヒジャウヤディピテヨニアクチルやキラキラドアップルセンチメタルサバやダンウグイキラキラティカプルセンチメタルブギトゥはい。仮にパナススカリ

E, kali ini saya tidak dapat ikannya tapi e, waktu itu ada kena eh seperti yang ikan besar karena saya kira nanti eh kalau mancing di sini lagi banyak akan dapat piram ya saya kira ya Hai 何、えー、てワクトゥクサナラギサイヤハラッダパトヒラメや。はい。今回ですね、7月28日、ヒラメ釣りたかったので、また、トマコマイのサーフの方来ました。で、今回釣れたものですね、ワタリガニですね。クプティンビルーや。はい。 ワタリガニとあとですね3 0ンチぐらいのうぐいですねボディがシルバー色の動画ではボディがシルバー色の魚ですねうぐいですねこれはちょっとですねあのー、食べるのに人気がなくてですねあの持ち帰る人も少なくてですねだいたいリリースする人が多いですであとサバですね2 0ンチぐらいのサバ釣れましてこちらですねサバはですね食べるのも人気があって 好きな人多いので釣ってですね持ち帰る人も多いです。もうちょっと大きめのですねサバ、もう少し7月8月ぐらいですね入ってくると思いますので、そうしたらですねサビキ釣りなんかで河内苫小松河内とかでも釣って楽しめるのでいいと思います。はい。 で今回釣れた魚はですね、これらなんですけれども、一度ですね、かなり大きな当たりありまして、これはヒラメかなと、えー、いった感じのですね、当たりが一回あったんですけれども、えー、うまくですね、釣り上げることできませんでしたので、今回はバラしてしまってですね、ダメでした。でもですね、これだけ大きな当たりありましたので、えー、期待はですね、できるなといった感じなので、また何回かですね、ここで通って釣りしていけば、ヒラメ、 そのうち釣れるんじゃなないいかなと思っています。はい。ぁ、まあ、今回はこのような感じで終わりまして、えー、またですね釣りの方行ったら動画に上げようと思います。はい。ガロアダップルタネアンアンティーコメンタリーでバワヤ参拝順パラギ